ハリです。ヤスさんです。オンミです。ジョーです。ハッピーハロウィーン。はい、ということで、ね、今日ね、この集団見てもらえば分かると思います、皆さん。ね、ということで、今回はの企画、簡単に説明しちゃいます。まあ、チャンネル登録者数を増やすだけじゃなくて、登録してくれた人にね、うぜろね、あげようと思いますんで、そうそう、これこれね、これあげようと思います。ね、終始2人は顔隠してるけどはい、顔出して、顔出してください。はい、はい、これでね、大体分かったと思います。ね、なんで、登録をしてもらいながらね、あの例の言葉を言っていただいて、それで言ってくれた人にはいう企画をやっていこうと思います。例の言葉ってます。じゃあ、ごめんなさい。カットカットカット例の言葉トリックトリーッって言ってもらいますんで、はい、はい、じゃあそれでいきましょう。イエーイということで、行きましょうか。いや、でもちなみにさ、うん、じゃあ、登録してくれなかった人はどうするんですか。登録してくれなかった人はお菓子あげない。あ、いや、いたずらします。あ、いたずらするか。いたずらします。あ、いたずらしろ。いたずらか、登録か、どっちかってじゃあ、そうしましょう。オーケー。じゃあ、それで行こう。行こうぜ。オーケー、量。オーケー。なんか行こうだる。なんで振れなかったの。ない。あいつはいることある。なんか行くとある。ねえよ。ねえ、よしよし。コミは、はい、大丈夫。ない。ハリはいたずら。よし、じゃあ行こう。変なこと言うもんで、深呼吸してくださいって来たんだ。心拍下がっちゃった。心拍下がっちゃった。よし、じゃあ行きましょう。はい、えー、オッケー。じゃあ一組目、一組目捕まりましたよ。女の子たちですね。はい、出てもらいましょう。で、今回ね、今趣旨を説明しました。なんでお兄さんたちに言ってください、例の言葉を。そうするとプレゼントが出ますからね。じゃあ行ってもらいましょう。どうぞ、せーの、ハッピーハロウィーン。ちょっと違くない？え？何が？あ、違う。ハッピーハロウィンじゃない。みたいなやつじゃないの？違う違う違う。ほら、あるじゃん。ビンとととととと。鳥肉？いや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 。それを言ってもらってください。それを言ってください。鳥肉って。いきますよ。はい。せーの。鳥肉。違うだよ。違うんですよ。違うんだよ。お菓子か、いたずらか。あ、そうそう、わかった、わかった。ちょっと違くないかな。ハリーの言葉。オッケー、オッケー。じゃあ、いくよ。いくよ。いくよ。せーの。トリックトリート。好きなお菓子をもらってください。ありがとう。ありがとう。みんな登録してくれたかな。登録した、はい、ありがとう。はい、こっちも持ってくれた。あとこれ撮ってね、これ撮って登録してください。チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。もう登録してくれてるからチェックしますので。ね、あのね、数ですぐ分かっちゃうからね。他にこれ YouTube 出ますよね。そう、YouTube、こっちのチャンネルで出るかな。あ、こっちの方、こっちの方がメインだ。ちなみに普段どういう YouTube 見ます？見ます？普段？あ、ブログですね。見ますけど、ありがとうお兄さん。音楽好きだ私。ああ。音楽か。なるほど。サンキュー、サンキュー。じゃあこれから私は。ありがとね。ありがとね。バイバーイ。広げてね。はい、はい、そうそうそう、頑張ってください。はい、どうも。オッケー、一気に増えたよ。じゃあ次行きましょうか。次行くよ。はい、ということで2組目行きましょう。この少年たちです。どうぞ。イエーイ。はい、じゃあ今回は何の企画かっていうと、例のさ、ハロウィンといえば
おまじないみたいなのあるよね。あーあー、分かるよね。それを言うと僕たちからプレゼントがありますんで、そうそう、その言葉をみんな一緒に揃えて言ってよ。一人でも知らないって言って黙ったら絶対出さないで。オッケー、いくよ、いくよ、いくよ、せーの、トリックオートリート。これかっこいいね、これ何これ、これ何これ、これおしゃれじゃん。私はこれで引きこもりをやめました。すごい、素晴らしい。すごい、いいね。あ、行きました。これ参入時よ。おい、サボネクで見せました。あ、ごめんね、これちょっと違うから。こいつじゃない、こいつじゃない。そんな、これ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 チャンネル、これとこれサブチャンネル、トリックはトリート。お兄さんが、お兄さんとお姉さんが、あ、妹です。あ、妹、あ、お兄さんに向かって、うん、あのハロウィンといえば言う言葉があるじゃないですか。うん、そうだね。OK? 分かる、OK? 分かる、OK? 分かります、はい、それを言ってください。そしたら我々からプレゼントがありますから。じゃあ行きますよ、お兄さん。3、2、1、どうぞ。分からない、分からない、分からない。 OKOK、 じゃあヒント、ヒントいきますよ、はい、ヒント、お兄さん、はい、トリック、うん、ここまでいったらいい、分かる、お姉さん分かる、分からない。トリック、あ、トリック、トリック&ショー、ショーじゃないな。OK、 じゃあ行くよ、お兄さん。トリックアトリック、 OK、 トリックアトリック。もう言っちゃった、言っちゃった、はい、行くよ、行くよ、お兄さん、お姉さん、行くよ。おっきい声でね、せーの、トリック、言って。ちょちょちょ、なななな、トリックアトリート、トリックアトリート、トリックアトリート、イエス、オッケー。それを聞いただければ、ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。全員送るのはどちらか、 YouTube、 これ今撮影してるんで、ちょっと登録を。ありがとうございます。やったね、やったね、どんどん増えてるよ。ペーパーハウスの力よ、力よ、力よ。チケーよ、顔。こういう顔なの、こういう顔なの、こういう顔なの。あ、なんかシャタリ落ちた。いざこぞう、いざこぞう、にーってやった方がいいんだよ。何言ってるかね。見てみ、仕事してるのこいつだけだろ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン。はい、ということで、ま、あの駅、駅方面、次は駅方面行く、駅方面に様子を見てみよう。行っちゃいますか。どんなやからがいるか、どんなやから、俺ら一番やからだから。間違いない。これもさ、俺らもさ、もうさ、30だぜ、30、30歳ですよ、俺ら。全然話が盛り上がんか。何言ってるよ。30歳、30ってこと。あ、もういいや、うん。
じゃあね、このままね、駅の方に向かいますよ。全く言葉が通じないね。本当に流されたよ。はい、じゃあ駅の方向かいましょう。OK、じゃあ5組目、はい、5組目、はい、ね、お姉さんたちがインタビューに答えてくるらしいんで、はい、答えてもらいましょう。じゃあお姉さんたちお願いします。お願いします。じゃあこっちから今から説明します。ハロウィンって呪文ありますよね、と言うとなんかもらえるじゃないですか。その呪文を大きい声で言ってもらえれば僕たちからプレゼントあります。みんなで分かります？そう、なんとかなんとかって言うじゃないですか。分かります？いいですか？それを言ってもらって、じゃあお願いします。3、2、1、はい。あー、違う違うね、お姉さん。違う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 、ほら、さあ、トントンってノックするじゃん。それでさ、言う言葉あるじゃん。そう、なんとかおわ、なんとかおわ、あ、わかる？わかる？トリック、トリックは、あ、わかんない。じゃあお姉さん、じゃあもう大チャンスですよ。あの、このブサイクと一緒に、ブサイクと一緒に、ブサイクと一緒に言いましょうか。いきますよ、せーの、トリックアトリート。いってください、せーの、トリックオアトリート。せーの、トリックオアトリート。はい、じゃあ戻ってください。おかしい。よかったですね。あ、中学か。あ、そうなんだ。あ、じゃあお姉さんたちすいません。あ、ちょっと待って。あ、まあいい。僕はアイマファイター。あ、これね、YouTube の。ハロウィン毎年やってるんですか？今年。あ、初めて。初めて。初めてか。一緒だ。一緒で。日本代表。はい。俺も大事だから。ハロー。反応力。あ、これです。これです。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったらセカンドチャンネル。そう、セカンドチャンネルなんですけど、こっちも登録してもらえるととっても面白いことやってる。そう、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあありがとうございました。ハッピーハロウィーン。喋ってから。何、はい、どうした？なんだけど、結構さ、わかんないじゃん、みんな、わかんないじゃん、みんな。うん、あのトリックアトリート、うん、なので俺らがトリックアトリートで聞いて、うん、反応受けるのどうか。ああ、いいね、いいね、それ。どうする？一回試してやってみる。そうするか。あと何て説明するかだ、ストーリー。ああ、なるほどね。で、例えば、俺たちがもう最初に歌ってトリックで、最初に歌ってトリックで、俺たちがさ、最初がハッピーハロウィンにやってたトリックアトリートって、カラオケに行きたいじゃん。あー、そうする？まあ、そうだね。そこだね。じゃあちょっとそこを考えましょう。はい、じゃあ6組目、6組目、お姉さんたちやってもらいましょう。どうぞー。ありがとうございます。はい、ということでお姉さんたちに、僕から質問があります。それを答えてもらえると僕たちからプレゼントがありますので、ぜひとも取っていただいてお願いします。集中しろ。はい、ということで、それでは行きましょう。ハロウィンといえばなんか言うことってありますよね。ハッピー
あーお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 ー大きな声で鳥なんとか大きな声で言ってもらえると僕たちからプレゼントがあります。いきますよ、3、2、1、どうぞ。トリックアトリート。はい、どうぞ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 。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ぜひあの YouTube も見てください。いろいろ面白いことありますんで。はい、じゃあお姉さんたちありがとうございました。はい、ということでストレッチマンが入ってもらいました。イエーイ。ハロウィンといえば言う言葉が、あ、ごめんごめん、ハロウィンといえば言う言葉がありますよね。OK? OK? 言う言葉が あの、その言葉を言ってもらえると僕たちからプレゼントがあります。OK? プレゼントフォーユー。 OK? OK? じゃあ3、2、1で言ってください。いきますよ、3、2、1。これはハイピー。だだだ、違う。お兄さん、お兄さん、ちょっと落ち着こう。オッケー、トリックアトリート。 OK? OK? いくよ、3、2、1。 トリックアトリート。 OK! いいか、だよ。欲張るなよ、落としてるよ、落としてる。ありがとう、ありがとうね。お兄さん、ちなみにどこの国の人ですか？フィリピンです。あ、フィリピン。おー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、8組目ですね。もう、もはや映ってないけどね。映れ、映れ。あのね、めちゃめちゃ可愛いお姉さんたち捕まえました。登場してもらいましょう。どうも。イエーイ。みんなからやってきて。そうっす。最近覚えた言葉です。ということで、僕たちから質問があります。で、その質問に答えてもらって答えれれば僕たちからプレゼントがお姉さんたちありますので、その質問絶対答えてください。もしもダメだったらいたずらしちゃいます。いいですか？効率いいから。ごめん、すいませんでした。ということで問題です。いいですか？ハロウィンといえばハッピーハロウィンって言葉があるよね。それとは別でもう一個ありますよね。日本語で言うと何々くれないといたずらしちゃうぞっていう言葉があるよね。それをお兄さんたちに伝えてください。いきますよ、3、2、1。はい、ありがとうございました。ちょっとこっちに行きましょうか。ということで、
あの見事一発正解。一発ありがとう。素晴らしい、ね、素晴らしいです。一発正解じゃなくて二組目ぐらい。ぐらいだよね。そう。すごいですね。これみんなちょっと分かんなくて難しいらしい。難しい。いや素晴らしかったね。ぜひねあの YouTube 見てもらって僕たちの顔を覚えてください。はい、ということで、10組目10組目ですかね。ミスターインクレディブルたちがですね、夢のコラボですね、撮ってもらいましょう。お願いします。今日はちなみにどこですか。浜松出身ですか。浜松ここの出身です。湖西市出身が、湖西市在住が2人。お、湖西市、湖西市です。でそれ以外の大阪と東京と東京です。神奈川。あ、そうなんですね。はい。なんか湖西の負けた感ね。ねえ。本当だよね。ということで、じゃあ自分たちが今から企画を説明します。ハロウィンといえば、あのハッピーハロウィンっていう言葉以外にもう一つ重要な言葉ありますよね。わかります？あ、まだ言わないでくださいよ。それを言ってください。皆さんでせーのって言いますんで。それが当たれば我々からプレゼントが皆さんにありますんでお願いします。いいですか、考えなくていいですか。いきますよ、いきますよ、3、2、1、どうぞ。トリックアトリート。じゃあ皆さん手を伸ばしてください。あれ、ワンちゃん分ももらっていってください。どうぞ、お菓子もらってください。ありがとうございます。いただきます。深い。深い。ありがとうございます。やった、お菓子いっぱい。うわー、嬉しい。ありがとうございます。帰りの新幹線で食べてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。はい。やっとね、11組目ですね、はい、あのね、お兄さんたちが YouTube に協力してくれるってことなんで、はい、出てもらいましょう。どうぞ。どうもどうもあーどうもありがとうございます。で、今日の質問なんですけど、はい、後ろにいるペーパーハウスのすげえコアマネのお兄さんたちがプレゼント持ってます。おで、お兄さんたちに質問を私がします、はい、で、その質問に答えて正解だったら私たちからプレゼントがあります。後ろにいるお姉さんたちの分までもらってください、はい、ただし、はい、ダメだった場合ペーパーハウスから罰ゲームがありますので覚悟してやってください。じゃあ行きます。3、2、1って言ったら答えてくださいね、はい、問題です。ハロウィンといえばよく言う言葉がありますよね。ハッピーハロウィンって言いますよね。とは別でもう一個あると思います。わかります。わかりますか。わからない。あ、はい、わかりました。それを答えてもらいましょう、はい、いきます。3、2、1、どうぞ。トリコアトリート。もういっぱい持ってください。めっちゃ欲しいね。どうぞどうぞ。妹の分も。あ、持ってください。お兄ちゃんやったよ。お兄ちゃんやったよ。お兄ちゃんやったよ。あ、どうぞどうぞ。さすがお兄ちゃん。さすがお兄ちゃん、取りましたね。お兄ちゃん、取りましたね。結構早く答えましたね。これね、意外と答えれないですよ、みんな。そう、今なんて言おうかな。素晴らしい、素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。お兄さんたちでした。ご協力ありがとうございます。はい、ということでですね、撮影が始まった瞬間、髪をかぶる量っていうね。もういいやろ。え、もういいやろ。え、もういいやろ。怖そう、怖い、やっぱり。いや、でもマジでね。はい、ということで、どうでした？いや疲れたね。ハリーから感想。これからとにかく疲れたぜ。疲れた？意外とね、歩きまくってね。だね、うん、そうそうそう。あれだね、疲れた。うん。でも、チャンネル登録が増えたよね。ああ。嬉しいね。今日は？今日の朝の7時半から、うん、夜の8時まで仕事をした後の、これは楽しかったね。楽
楽しかったね。やっと300も超えたし。そうそうそう、300の大台ね。高いかと思ったらね、やるかと思ったけど。今日はね、やったかいがあったね、うん、やったかいがあった、本当に疲れたけど、ね、まあでもこういうイベントやっぱ強いよね、うん、昔までね、ハロウィン嫌いだったけどさ、うん、ハロウィンで騒いでるやつ、うん、なのと思ったけど、いや、いいかもね、うん、いいね、そう悪くない、うん、悪くない、ね、異文化交流、うん、このハロウィンの時だけにあるこのテンションがいいよね、そう、うん、コミュニケーションも取り合いね、うん、なんかそうだね、本当にまたね、どっかでね、そういうイベントがあったらね、うん、参加していきましょう、はい、うん、次サンタさんやろ、次サンタさんね、クリスマス、クリスマス、いいね、3人サンタで、ヤスさんは鹿でいいよ、トナカイじゃなくてトナカイだ、鹿なんて、鹿ちゃうじゃん、鹿ちゃう、ヤスさんミニスカのサンタだな、あ、俺だけミニスカでもいいよ、ミニスカで俺毛剃ってくるみたいな、まあ、とりあえずもう一回言うけどサンタで鹿ね、サンタね、だからトナカイだっつってんだということで、まあ歩きながらやりますけど、締めちゃいますかね。オッケー、あ、終わりますか。ね、こんな感じで、まあ今日お疲れ様でした。ありがとうございました。声が枯れました。本当ですよ。ということで終わりましょう。はい。じゃあねー。